31B 揃った。お疲れ様です、いちごさん。 31 一緒に行くのか。スモモのことを聞いちゃってさ、朝一で救出任務に出してもらえるように直談判しに来たんだ。スモモさんには恩義があります。それを返さないのは美しくありませんから。そっか、ありがとよ。討伐任務はいいんですか。そちらは順調だから問題ないわ。31Eは本人たちの希望を尊重してアサインしました。 31B と 31Eはこれよりスモモさん救出任務に出てもらうわ。 31Eのサポートを受け、スモモさんと合流しなさい。ああ、それで司令官、スモモの様子はどうなんだ、無事なのか。ハイドーム周辺のキャンサーの数が増え続けているせいで、ドローンでの内部調査が難航しているから詳細はつかめていない状況よ。ただ生体モニターに異常はないし、居場所も変わっていないから眠っていると推測されるわ。そうか、わかった。それと例の未確認キャンサーについてだけど、分析の結果、あのキャンサーはガラス質のような器官を発光させることで周囲一帯のキャンサーを集めることが判明したわ。また車のヘッドライトやそれに反射した太陽光など強い光に反応を示すことも確認されています。徒歩で移動した我々は襲われず、車で移動した輸送部隊が襲われたのはそういうわけか。ええ、さらに報告の通り、高出力のフラッシュ攻撃は直視すれば数秒の失明状態に陥るわ。視覚を潰している間にノラキャンサーで囲い込んで数的有利を作り出す、だいぶ厄介なキャンサーよ。弱点とかはないんですか。他部隊の戦闘ログを確認すると、フラッシュの直前には予備動作があり、この最中に発光機関を攻撃することで止められると踏んでいるわ。的はでかいじゃねえか、ぶち抜いてやる。それでは両部隊出撃しなさい。了解。スモモの居場所は分かってる。 31E は北側で回線してキャンサーを引きつけてくれ。分かりました。スモモは孤立したところを狙われた。仲間の位置には気をつける。はい、ありがとうございます。いちご、スモモをよろしくね。任せろ、お前らも気をつけろよ。うん。そんじゃ行こうぜ。
りましょう。よし。攻撃が始まったか。派手にやってるじゃないか。そういえば最地位の皆さんが言ってた恩義って何でしょう。さあな。でもこれはきっとスモモが結んだ縁だ。その縁がスモモを助けようとしてるんだ。嬉しいじゃないか。何をくっちゃぶっている。とっとと行くぞ。ああ、あいつらの協力を無駄にはしねえ。やるか。やっちゃうにゃ。姉妹の敵じゃないのにゃ。何？やむを得んな。嫌な相手だにゃ。もらった。こいつだ。ドン。一点落ちだしや。何かあるようだ。やるか。やむを得んな。楽勝なのよ。砕けろ。よし。褒めてる。チャンスだ。ギリはさせねえ。余裕や。逃がさへんで。
褒めていくの。よし、チャンスだ。ここだ。うわぁ、にゃぁ、すももにかかればこんなもんだに。嫌な相手だね。よっこらしょっと、やるじゃん。そう思います。そろそろ生体モニターに反応のあった時点で果たして5体満足かな。縁起でもないこと言わないでください。みんな、スモモに合流する前に話がある。いちごさん、私とスモモを二人きりにしてくれないか。敵陣ど真ん中でとは、いかれてるな。無茶なのは承知だ。それでも差しで話がしたいんだ。私は一向に構わんぞ。揉めてるところにキャンサーが突っ込んできても知らんが。私はキャンサーを止めます。任せてください。お前ら、スモモさんにはきっとイチゴさんの言葉が必要です。一人が寂しいならついて行ってヤジでも飛ばしてやろうか。バカ言え、突っ込んだけど、ありがとう。絶対スモモを助けてみせる。スモモ、ここは昨日任務で来たハイドーム。これは夢じゃないのかにゃ。はあ、戦いの音、誰かいるのにゃ。ニブルヘイムです。戦ってどうするにゃ。スモモが生き残ってまたみんなを傷つける。なんにゃそれ、ふざけてるにゃ。スモモ、ねえ
ってんだバカ、死ぬつもりか。姉さん、どうしてここに。助けに来たに決まってんだろ。無事でよかった。ほら、さっさと帰るぞ。スモモは帰れないにゃ。姉さんと一緒にいる資格なんてスモモにはないにゃ。思い出したんだな。どうして教えてくれなかったのにゃ。スモモがジャスミンを殺したこと。昨日姉さんの言葉を聞いて、スモモにもそんな未来があるかもって少しだけ思ったのにゃ。でも無理にゃ。スモモは生まれついての殺し屋なんだにゃ。人としてぶっ壊れてるんだにゃ。通になんて、幸せになんてなれないのにゃ。このままじゃ、いつか、いつか、姉さんまで、殺してしまうにゃ。スモモは、一人で、いるべきなのにゃ。言いたいことはそれだけか。あのな、んなわけねえだろ。どんだけ一緒にいたと思ってんだ。お前が赤ん坊の頃から知ってんだ。私の顔見たらニコニコ笑って、ボロボロのぬいぐるみをずっと捨てられなくて、暗いところは私と手をつながなきゃ歩けなくて、アニメで見た怖い魔女のせいで夜寝れなくなったりして、お前が本当は弱虫で泣き虫で、ウサギ一匹殺すだけで一晩中ワンワン泣いてたこと、私は覚えてんだよ。今まさに苦しんでるじゃねえかよ。お前は普通の人間なんだよ。苦しんでるから、その苦しみが教えてくれるだろう。どうして苦しい。誰かを傷つけてしまうからにゃ。それならどうしてそのことが苦しいんだ。誰も傷つけたくないから。スモモは人殺しなんてしたくなかったのにゃ。そうか。お前はお前の望んだ生き方を選んでいいんだ。姉さん。でも、スモモは。スモモ、ずっと言わなかったことがあるんだ。ジャスミンの、最後の言葉だ。くそ！今、止血するから！裏で何も見えない。ねえ、スモモは、スモモはどこですか。あいつは、スモモはあっちで戦ってる。ただひたすらに殺し続けてる。ねえ、イチゴ、聞いてください。私、気づいていたんです。二人がただのハウスキーパーじゃなく、後ろ暗い仕事をしているんじゃないかって。お前、なんで。二人とも私と同じ目をしているから。作ることを許されなかった。言われた通りに生きるだけだから、二人にあの公園チョコを送ったんです。あれに何の意味が。ずっと祈ってました。二人が幸せになれる、そ
そんなご縁に恵まれますようにって。ジャスミン。泣かないでください。二人を救えたなら、私はそれで。でも、少し怖いです。もしも、スモモにとって、私が嫌な記憶になったら、それは私を思い出すことで、スモモが悲しい気持ちになったら、いつか忘れられちゃうのかな。そんなこと私がさせねえ。あいつがちゃんと受け止められるように私が支える。お前のおかげなんだ。殺し屋になって笑わなくなったあいつがまた笑えるようになったのは私だけじゃ無理だった。お前がいたからあいつは笑えるようになったんだ。そんな思い出を悲しいものにはさせねえから。だからあとは任せてくれ。スモモと出会ってくれてありがとう。あ、よかった。私の人生にも意味はあったんだ。ジャスミン、いつか二人が幸福なご縁に恵まれますように。幸せに。それを決めるのはお前だ。スモモは幸せを望んでもいいのかにゃ。それも決めるのはお前だ。姉さん厳しいにゃ。辛くても怖くて痛くても、お前が自分の道を選んで、そうして幸せを探すんだ。そう、それが、生きるってことだ。落ち着いたか？大丈夫にゃ。姉さん心配かけたにゃ。本当に大丈夫かよ。大丈夫にゃ。よし、それじゃああいつらのとこに。おい、水瀬あれ、聞こえるか？樋口、無事か？妹を連れて早く戻れ。例のキャンサーが現れた。攻撃を受けている。わかった。待機してる樋口たちからだ。急ぐぞ。了解にゃ。こちら31大島いちこ。 31B 水瀬いちごさん、応答できますか？こちら 31B 水瀬いちご、どうした？ああ、スモモなら大丈夫だ。よかった、無事だったんですね。それと
そいつならこっちに来てるみたいだぜ。え、もうですか？なら 31E も援軍に。いや、 31E はそのままザクを引きつけておいてくれ。あいつには借りがあるんだ。のしつけて返さねえと。わかりました。ではお気をつけて。ああ、そっちもな。続々と集まってくる。このままだとまずくないですか、樋口さん。うろたえるな。ブラスト行くぞ。そのまま合わせろ。にゃっ。樋口、今のうちに周囲のザクをやるぞ。割れるまでもない。よくやった、スモモ。樋口、姉さんと一緒なら最強にゃ。まったく、随分の重役出勤だ。悪い。状況はどうだ。先ほどフラッシュ攻撃をされた。触手は下げる。おかげでさっきからキャンサーが集まってパーティー状態だ。ハッ、パーティー上等。ここで一掃してやるぜ。けど姉さん、もうビカーってするのは厄介な。どうするつもりね。あれにも予備動作がある。その隙に発光機関を攻撃すれば止められるはずだ。とはいえ、集まってきたキャンサーが邪魔だな。まずは敵の頭数を減らす。光栄が周囲のキャンサーを始末するから、前衛は奴が自由に動けないよう攻撃して引きつけてくれ。またフラッシュ攻撃でキャンサーを集めようとした敵が最後。と頭ぶち抜いて。了解です。ミラギ、スモモさん、話は後です。今は戦いましょう。行くぞ、サインツビのステラフで火を吹く。フラッシュ攻撃の停止を確認。周囲のキャンサーの相当も完了した。これならいけます。やられた恨み100倍にして返すにゃ。ああ、畳みかけろ。開けろ。なんそれ。この調子だ。くそ、到来。叩き切る。この調子で戻ろう。いやだった、それ。もらった。桃に玉を込め。よし、チャンスだ。相手をといつるの。
こんなもんだな。数体いるとは聞いていたが、こんな至近距離に潜んでいたとは。でもあのキャンサー傷ついているように見えました。くそ、31Eが見失ったってのはこいつのことだったのか。敵の位置が分かるにゃ。もしもまた。全員デフレクターを全力で展開しろ。死角を取り戻すまで耐えるんだ。確かにデフレクターを張っていれば耐えられるかもしれないや。でも、もしもキャンサーがデフレクタの隙をついて攻撃してきたら、視覚が戻るよりも早くデフレクタが壊されてしまったら。いやにゃ、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 スモモはもう誰も失いたくにゃい。冷たい敵意じゃない、八つの温かい感覚。みんなそこにいるのかにゃ。みんなの場所がわかるなら、妹。そこにゃを感じたにゃ。分かったんだな、私たちのこと。にゃ、ビャッコ、心配かけて悪かったにゃ。キャンサーが寄ってこない。どうやらこの辺りは狩り尽くしたようだな。樋口、まったく手間をかけさせてくれたものだ。う
悪かったにゃ。スモモさん、ヒロギ、ご無事で何よりです。それにさっきはありがとうございました。ヒロギ、ごめんにゃ、スモモのせいで。スモモさん、あれは事故なんです。私はスモモさんを守りたいと思って飛び出しました。だからスモモさんが無事だったらそれでいいんです。それで死んでしまってもかにゃ。それでスモモさんを守れるのなら。どうしてそんな風に思えるにゃ。だって仲間じゃないですか。理由なんてそれで十分だと思います。ヒロギ、あ、そうだ、スモモさん、お腹空いてませんか。にゃ、ご遠直にゃ。きっと何も食べてないと思って持ってきちゃいました。はい、どうぞ。おいしいにゃ。初めてにゃ。その答えはさ、もう分かってんじゃないのか姉さん。お前さ、五円チョコ食うときいっつも笑顔になるだろ。それってどうしてだよ。それは、五円チョコにはジャスミンとの大切な思い出が詰まってるからにゃ。じゃあさ、その思い出を思い出すときお前はどんな気持ちになるんだ。それは、嬉しい気持ちになれて、楽しい気持ちになれて。それはきっと、嬉しくて、楽しくて、満たされたような気持ちになることですよ。満たされた気持ちになれる。これが、そうなのにゃ。ああ、そうだ。ねえ、スモモ、幸せって何だと思いますか？ジャスミン、変な宗教にでもハマったにゃ。違います。ジャスミンの花言葉の中には幸福って意味があるんです。花言葉の話を聞いてるとき、囲まれてお仕事をしたら楽しそうだと思いませんか？悪くはないにゃ。私はとっても幸せだと思います。将来の夢を聞いてるとき、私決めました。世界一の富豪になります。そしてスモモを飼い猫として一生飼います。そして一日中スモモを膝の上に乗せてなでなでするんです。こんな感じで。にゃー、なでるにゃー。抱きつかれてなで回されてる時、その時間の全部が、なんで、なんで気づけなかったにゃ。ジャスミンと過ごしたあの時間が、スモモの幸せだったんだにゃ。ジャスミン、スモモにも、幸せはあったにゃ。この記憶を、
スモモは絶対に忘れないにゃ。帰還しなかっただけで検査入院なんて大げさだにゃ。懲罰房に入るよりはマシだろ。でもまあ、なんともないみたいでよかったじゃねえか。一日中ベッドで横になってて退屈だったにゃ。しっかし、一日入院しただけで随分と大荷物になったな。あいつら大げさすぎるにゃ。この大量の5円チョコは誰だよ。かやもりにゃ。このよくわからんまがまがしい絵は石井にゃ。ちなみにそれは姉さんとそももにゃ。マジかよ、どこが私。いや、やめておくよ。理解できる気がしねえ。そんで、この花のブローチは大島ムーアにゃ。ジャスミンとはいいセンスしてるじゃねえか。スモモがこの前幸せについて聞いて回ったからにゃ。単純にゃ。そういう割にはスモモ、さっきから嬉しそうじゃねえか。にゃ、そんなことないよ、普通に。いいじゃねえか、そういう気持ちは素直に出しとけよ。む
難しいにゃ。にゃ、依頼にゃ。退院早々世話しないな。どうする？ご縁直のためなら仕方ないにゃ。そうかよ。荷物は私が部屋まで持って帰るから行ってこい。にゃ。姉さん、行ってくるにゃー。